しくお願いします。しのみやです。ということでね、本日はこちら新しいゲームですね。ザ・ハンター・コール・オブ・ザ・ワールド・ワイルドだ。よし、ザ・ハンター・コール・オブ・ザ・ワイルドというゲームをやっていきたいと思います。で、今回ね、この、画面見ていただいた通り、今コンティニューになってて、もう一回起動したことある感じになってるんですけど、まあ、軽くテストでね、起動してみたのと、まあ、多分編集するときに僕が、なんかいい感じに画像を出してくれるね、ツイッターでつぶやいたんだけど、一回やって、めちゃくちゃ1時間ぐらいしか追いかけまして、画面見たら録画されてなかったです。ということで、ニューゲームやっていきます。まあ、2回目だけど、よくわかってないし、大丈夫。さあ、ニューゲームでこれ始めると消えますが、OK。ということで、ニューゲームですね、こちら。性別、オスとメスが選べて、オスとメスって種類だけどね。で、まあ、キャラクターのオプションとかもいろいろあるんだけど、まあ、そんなに変わるわけじゃないかな。この保護区とかもいじれるけど、これは保護区はね、気にしなくていいらしい。ゲームスタート。ということで、始まりました。なんかね、下に日本語で字幕が入ってます。ドクと呼ばれてる。この管理人いや、もう終わった。私もそんな感じです。全然読めてない。この辺りじゃ最高の保護区だということで。これは昔からこういう狩りをしてるけど、未だに飽きないね、ということで。まあ、これは狩りをするゲームですね。ザ・ハンターというぐらいなんで、お分かりかなと。てかさっき鹿を追いかけましたとか言ったけども。ということで、こうやってね、FPS 視点で銃持ってやっていくゲームになります。いや痕跡とかもね、集めてやっていけます。さあ、で、次の目標が動物を狩ると。さあ、撃っていきましょう。バスン。いやー、ということで、さあ、傷ついた動物を追っていきます。まあ、多分ね、ちゃんと渡ってれば、あの子がどこかで倒れてくれるので、あの子を追いかけていきます。あ、臓器へのヒットなしって書いてますね。これ多分傷が浅いんで、あの子ダウンしないかもしれないですね。ここから黙々と追いかける時間になるかもしれない。いやー、こういう感じでね、こう痕跡を追いかけて、あれ？あった。さあ、追いかけて痕跡を追いながら、漁をしていくっていうゲームですね。さらに環境音とかもなんかいい感じでおしゃれですね。グラフィックももうちょっとね設定下げてはいるんですけど、それでも十分いい感じかなという感じになってます。あとこういう感じでね、今ねここまですごいリアルタイムでやってる感で実況してるんですけど、実はねこれ動画を僕なしで撮って、普通に動画撮って、今上から声を当てています。というのもね、このゲームちょっと非常に長いんですよ。いや、なんか見つけ、あ、でも逃げられた。そう、この、鹿とか動物を追うパート？このね、一生痕跡を追い続けるパートがめちゃくちゃ長くて、僕、結構この動画を撮れる時間っていうのが限られてる中で、このゲームをね、全部ね、ちゃんと喋りながら動画撮ると、その日の動画撮影時間がね、終わってしまうということで、こう、今ね、まあ見てお分かりいただける通り、10倍速で進めていきます。お、なんかいますね。あれ？どっちだ？これね、多分ね、上に逃げてった方が僕は銃撃ってやってたんだけど、右にもなんか、いて、あれ？
って思ってるうちに、なんか上逃げていっちゃったし、右も打てずに終わっちゃうっていう。まあね、右下のハートマークがあるのわかるかな？今結構心臓バクバクですよみたいなマークなんだけど。じゃあさ、そしてスキップ。あ、この右下のハートマークが落ち着いてないと手ぶれがひどいんですよね。心臓が落ち着いてないみたいな状態になって。手ぶれがひどくて、銃をまっすぐ撃てないんですよね。なのでさっき、ちょっと、呼吸を整えてる間に逃げられちゃいました。で、こう頑張ってね、ずっと鹿を追ってたんだけど、鹿、あんだけ逃げちゃったし、なんか急に熊の鳴き声するから、熊の方が面白そうじゃないって思っていたので、ちょっとね、方向転換しちゃいました。うん。熊狩りたい。あ、コヨーテとかもいるんだ、みたいな。あれ、クマの足跡どこだろうってしてるところですね、今これ。うん。そして、発見する。これ、クマの足跡です。やった、クマだ。絶対狩るって。クマ倒すって顔しながらね。そして、また、この、スキップというか、早送りの時間で。まあ、思いっきり、クマに逃げられて、クマどこみたいな。全然見つからんって、このね、10倍速にしてこの長さですよ。まあ、これ10分ぐらい追うんですけど、うん。この、スキップのね、映像を流れてる間、僕はこれ何を喋ったらいいんだろうっていう、うん。このフリートークをつなぐスキルが僕にはないと。うん。なんか途中で今鹿みたいなの見えたけど、まあ今クマ追ってるからいっかって思って打たずに、まあ、クマめちゃくちゃ追いかけてるんだけど、あれ？クマの足音どこ行った？みたいな。これクマを若干足跡見失ってますね。あれ？って。やっちゃったな、みたいな感じです。うん。そしてなんか偶然歩いてたら、あれ？血痕があると。血痕あるってことはあれじゃないって。最初に撃ったやつ。最初に撃ったなんか鹿の足跡じゃないこれと思って。まあ、初心に戻るかと思って、まあ、せっかくね、ここでね、この、なんか、奇跡的な出会いで、出血を与えた鹿と、なんか、ね、遭遇はしてないんだけど、その鹿の後見つけたから、今そっちを追い始めました。なんかね、ブレブレですね。うん。いやー、なんか遠くに見えた気がしたから撃ったけど、まあ、当たらず、うん。ずーっとこうやってね、追いかけてます。で、途中で、全然鹿見つかんないし、とりあえず別のクエストをやろうと思って。まあ、チュートリアルで、この展望台をクリアしとくっていうのと、展望台と、なんかね、ホームエリアみたいな、自分のなんか拠点になるところを解放するっていうのが、メインのなんか、チュートリアルのクエストであるから、まあ、それだけ先クリアしようと思って、今ね、こっちを先にやってます。うん。これね、この、ブレブレですね、ほんとに。そして、なんか、また鹿の足跡見失っちゃったから、とりあえず水辺に来たら何かいるんじゃねみたいな。水辺とか休んでる動物多そうなイメージ、ん？噛んだ。動物多そうなイメージじゃねみたいな。そういう感じで、水辺に来ました。で、なんか、あれこれね、よく見たら真ん中、ちょっと遠くの方にね、なんか動物いるんですよね。ちょうど目の前を走っていくコヨーテがいるんですけど、これも呼吸を整えてる間に見えなくなりました。うん。さあ、コヨーテをとりあえず追いかけます。もう何でもいいから、とりあえず1体借りたいっていう状態ですね、今ね。もうこれほとんど30分ぐらいもう歩いてますね、すでに。うん。さあ、そして、ついにその時が、もうそろそろかな？来るんじゃないですか？こうやって歩いてきて、目の前よく見てください。あそこに、動きの止まった鹿が、うん。なんか休んでますね。あの鹿。これを撃てるか？息を整えます。息がね、続かない。さあ、息を整えて、撃った！うん。いや。お、そしてね、なんかナレーションの人も出血してるぞって。弾が命中した。遠くには行ってないはずだって言ってくれてるんで。うん。やったでって顔して追いかけます。うん。じゃーん。ってことで、この出血痕を見てみると、今度はね、非致命的だけど、臓器にヒットということで。
まあ弱ってるのかなと。まあ、非致命的だからね、ダウンはしててくれないんだろうけど、とりあえず弱ってて、まあ、向こうにいるのかなというところで追いかけていきます。うん。まあ、追いかけてね、知名度を与えに行く感じです。うん。いやーと。まあ、水もパチャパチャと追いかけていきます。あれ？知名度与えてないはずなのに、倒れてるぞと。え、これ、え、なんか倒れてるぜって。なんか知らんけど、とりあえず、周りを一周見渡して、まあ、確認しましょうと。よく見てください、これ。右のところにね、表示されてるんだけど、これ、前からしか撃ってないんですよ、今の僕しか、このしか。後ろから、そう、後ろから撃ったはずな、あれ？これね、多分ね、一番最初に撃った鹿に奇跡的にアコで出会って、二発目を与えたんですよね。まさかの、まさかの、敵の出会い。そして、まあ、腸へのダメージで、まあ、重要な臓器ではあるけど、致命打ではなかったけど、まさかの蓄積ダメージで倒しきることができたというところで、今回は、パリが成功しました。うん。報奨金ももらって、やりましたね。ということで、まあ、次回からもこういう感じで、多分、このゲームに関しては、アフレコ的な感じでね、うん、動画撮って、編集して、カットしてから、それに声を乗せて、っていう動画、まあ、実験的な感じですけど、このスタイルでやっていこうかなと思います。では、次回からもよろしくお願いします。お疲れ様でした。またね。バイバーイ。